大体私はこう考えています。神を信じる信仰は経験の結果、すなわち経験の実です。かなり前に私はある事業に投資し、事業を継続させるためにさらに資金が必要になりました。それでもうまくいかず、もっと資金が必要になり、経済的な破綻の恐れが出てきました。私は他に頼る術がなく、主の御前に行くほかはありませんでした。涙を流しながら、主の愛と英知によって与えてくださるものは何でもいただきたいと懇願しました。その過程で学んだのは、人生で神以外に頼れるものはないというところまで行き着く経験でした。そうした状況に置かれて初めて人は祈り、答えを受ける方法を本当に身につけるのです。時には何とかなるという気持ちがするだけの場合もあります。どのようにとかいつとかは示されませんが、大丈夫だと感じるのです。時には事態を変えるような考えが浮かぶ場合もあります。このような経験をしていると、その日一日のマナを得られれば十分だと分かるようになります。神だけが与えることのできる助けを受け、長期間というよりその時にすぐ必要なものだけが与えられるのです。切羽詰まった状況で暗雲が漂う時にしなければならないことは、明日より今日を大切に生きることだと思います。あまり先のことを考えずに、その日一日に必要なことだけをすればよい場合もあります。私たちの日ごとの食物を今日もお与えくださいと願うだけでよいのです。取り越し苦労をすることはありません。時にはただこの瞬間、この日を精一杯生きればよいのです。すぐに問題は解消されないし、先が見えないかもしれませんが、今日一日生きるのに十分なものがあればそれでよいのです。私の人生にこのようなことが起き始めると、私の祈りは変わりました。奇跡を見せてくださいとか、この問題を解決してくださいから、日々の助けがあれば十分です、必要な時が経つのを待ちましょうになりました。神に頼れることが分かるようになったのです。それ以来、困難な経験をしたことがむしろ私にとって祝福になりました。神との関係を深めてくれたからです。私たちにとってさらに大きな祝福は、苦難の時に神と共に歩めることかもしれません。